第9レースの準優進出戦、枠なり3対3の体型です。スタートしてきました。1号艇の藤岡トップスタート、そのまま早くも一定心抜けた体勢で1枠を運んでいきます。3号艇まくり出しか外かといったところ、3番少し流れて2番、5番、4番差し殺到しましたが、先頭1号艇藤岡追走の2着争い、5号艇の町田と2号艇の平野がボート並べる、うちに4号艇の池田、3号艇隙柄接近、最後方6番栄田です。スタートは前提正常でした。競り合う2番手5号艇先行体制町田、町田が一定心二定心とリードしていきます。2番手争い5号艇先行に、3番手は4号艇の池田と2号艇の平野、またボート並んだところ、町田からも差はほとんどありません。2周目1枠先頭で1号艇藤岡独走です。先前2番でしたが空いた内を5号艇の町田が救って上がって2番手先行。